三笘が裏使って、おー素晴らしい。いや、ほんと三笘からチャンスできるね。今のビルドアップとかもう危なっかしくてしょうがないけどね。勝ちきれんばかりのロマンが。いや、三笘素晴らしいね。マーチね、足元だけじゃなくて裏にも抜けれますからね。競り合ってカイセドのね、ワンタッチで三笘行って、そっから、外流れて、マカリスターが。で、7枚入ってきたマーチ。推進力もあるしな、三笘ドリブルってかわすだけじゃなくて。マーチはサイドから合わせるボールとかは吹かしちゃったりするけど、こういうのうまいっすよね。カイセドとか、てかまあね、ブライ、カイセド、三笘、誰だろうね。コルビルは来季いない可能性高いよね。あとマカリスターか。ラナーナの場合はね、ここが最後というかね、いい晩年を過ごしてる感じがするけど、他の選手たちはここからキャリアアップって感じですからね。他のあるチームね、例えばシティだったらグリーリッシュと三笘両方抱えたいみたいな。なんかそういう風に使われる可能性あるよね。呼ばれる可能性。そう、ブライトン改善点ありますか？あ、そうですね。ブライトンのビルドアップってさ、こういう風になってるじゃん。で、これなんでこうなってるかって言うと、前はね、例えば、こういう風になってて、にゃんからこうでこうとかあったの。で、これをやんなくなった理由が、このブライトンって、まあ、それぞれウィングの癖だったりもするんだけど、ウィングがかなりサイドバックに寄った立ち位置とんだよ。で、これすると、相手にマークされに行ってるみたいなもんだから、こっからこのパス通んないのよ。で、通そうとすると、こっから降りてくるから、後ろ向きになったりとか、この、ここから一発で行くよりも、時間かかるから、こうなる。結果、ここもプレスかかってる状況でパス出すから、このまんま全体同サイドハマっていくみたいな。で、これに対しての対応策っていうのは、一番簡単なのは、ウィンガーがこんな高い位置取らない。ちゃんと低い位置取って、だけど、サイドバックと、相手の最終ラインの選手と1対1できる位置。そうすると、これ、こう張ってたら後ろ向きになっちゃうけど、ちゃんとペナ幅ぐらいに立ってたら、外あるし、これ嫌で相手が開いてきたら中もあるっていう、この二択ができるんですよ。で、これを相手が、まあ、ワンマークで塞いできたら、それによって、ずっとマークされてると、ここの段差がないけど、ちょっと低い位置取ってると段差が出てくるから、ここに裏っていう三笘が得意なこれできる。だけど、まあ、デゼルビが取った方法っていうのは、サイドバックをこのまんま、張らせ、高い位置張らせて、サイドバックじゃ、ウィンガーを高い位置張らせて、味方のサイドバック絞らせる。で、こうすると何が起きるかっていうと、ここからの一発の時に、ウィンガーにボール行くと。ただ、ここで駆け引きしながら一瞬、瞬間的に下がってくるから、毎回後ろ向きになって、こういうね、スピードに乗ってとか、前向きの状態で受けて、ここで仕掛けるっていう、一番マーチも三笘も得意なパターンが出ないですよ。ここに届けることが目的になって、こっから避ける攻撃が全然合理的じゃない。で、あと、一応これやってる理由が、サイドバック、高い位置いると、さっき言ってくれた人もいるけど、レインオフの時に、こういうところに通した時に、こっからサイドバック受け入れたりとか、こうサイドバック受け入れたりとかして、こっから、じゃあ運びましたで、いける。ただ、これがもうバレてるから、これがちゃんと迂回経路作れたりとか、こう迂回経路作れてたりとかすると、これによって、こっちが嫌だから、相手こう広がったりとか、そう、広がらなくてもさっき言った。こういう形になって一発でこう裏が取りやすいっていう、そういう状況起きるんだけど、これやってないから何起きるかっていうと、ここの相手のサイドハーフの選手がゾーン気味で守って、間閉じながらサイドバックを見るっていう、一人で二人見れる守備みたいになってる。で、その時に外側もここ降りてきた時にここが繋がってないと出せないから、結果、ここに無理したパス通ったり、ここに無理した付け方してワンツー狙いとかするから、バン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 失う。でもなんでそれで失点してないの？みんなが強いからっていう。ここが対人負けてないから失点してないだけってだけなんですよね。だから相手が強いとこのビルドアップってやばいだろうな、みたいな。あ、で、今ちょうどあれでしたね。アベマでやってるシーンとか、外側のカイセドに、カイセドじゃない、エスピニャにボール出してそこから三笘使えたシーンだから、今のシーンちょうど見てください。ほら。これ楽じゃん。こっちの方がいいじゃん。三笘もスピード乗れるし。でもこれはたまたまなっただけなんですよ。この試合、このシーン以外はエステビニャン、こうなってるから。そうだから僕言ったのってこのボード上だけの話じゃなくて、実際にうまくいくというか、うまくいってるところから説明してない。
その後結局こうってこと。うん。まあ、サッカーって結局こうなんですけど、ね、こう生かしてるっていうより、こうに頼ってる形ですね。まあ、ピン止めって考え方。あと、ウィンガーの位置ってそんな簡単に直んないんですよ。なんかサッカー界の固定観念で、高い位置でサイドバックピン止めしといた方がいいっていうのはあったりとかするんだけど、でもそれもね、バックパスに合わせてライン上げたりとかすると、ゲームから消されたりとかするから、相手のレベルが上がると全然理にかなってないんですけど。でもまあデゼルビの中ではこれがベストだから、デゼルビの中ではね、僕はそれを解説して、もっと楽なやり方あるけど、っていう。だから、カイセドがああいうふうに謀反を起こしても許すんですよね。カイセドだからできるから。デゼルビ永遠に修正しないから毎試合同じ説明してくれるよ。でもアーセナルだと、こういうふうになったりして、ジンチェンコがここにいたりして、ここが繋がんない問題あったから、アーセナルどうしたかっていうと、マガリアン、右センターバックのサリバ、中、ホワイト降りる。ジンチェンコはこのまま中入ってく、ジャカは高い位置取る。結果、こう、横に振りながら、サイドにもつけれるし、それ嫌で相手開くから縦にもつけれるっていうサッカーだ。シティもアカンジ使ってないときはこういうサッカーになりますね。そうだけど。ね、まあ、毎回聞かされてる人には申し訳ないけど、毎回同じこと起きてるからね。で、初めて来た人のことも置いてきたくないからね。一元さんお断りの店じゃないからね。皆さんの考え方でピン止めという概念はない感じです。概念はあるんですけど、その効果の薄さを知ってるって感じですね。だってさ、ここで待ってます。これ、ピン止めってなんで起きるかっていうと、この選手に裏取られるの嫌だからいるんですよ。ここにこう待ってるすんじゃん。例えばここにボール出せなかったら、ボール出せないときにここで横パスした瞬間にライン上げたらゲームから消えますからね。でもこのラインコントロールをしっかりしてないチームとかには効果的ですけど。でもこれがしっかりこことか立ってたら、まずボール出せるし、横パスのときにライン上げたとしてもまだオフサイドかかってないから、そこから一発で裏取れるっていう。だからあれですけどね、あゆむくんが最近来てくれた、ウィナーズのね、あゆむくんが来てくれた時の練習があゆむくんの方で上がってるんですけど、そこではこれで修正して、あゆむくんがボール受けれるようになって、みたいなのありますけどね。で、現にここの立ち位置でさ、高い位置で張りすぎない選手、サカとかさ、まあ、ファティも今は調子悪いけど。だってメッシもウィングやるときこういうところで高い位置受けないし、エンバペもそうだよ。で、いいウィングはここで高い位置取りすぎないですよ。共通点。みんな、いい選手っていうのは、そう、センスあるから感覚でこれできるけど、お前センスないねっていうだけの指導者なんて無能だから、センスって何なのかっていうところでね、センスない人でも、うん。センスあると最初から実力あるんだけど、センスなくても後からこういうの知れば実力をつけれるからね。Thank you.